アウグスト・アレクサンデル・チャルトリスキは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、公家チャルトリスキ家を繁栄に導いた、リトアニア大法官カジミエシュ・チャルトリスキ公の次男。アウグストは1729年に、ポーランド軍少将に除され、1751年には、ルーシ県知事となり、またアダム・ミコアイシェ・イニャフスキの一人娘で、 女子相続人のマリア・ゾフィア・シェニャフスカと結婚したことにより、一族に莫大な富をもたらした。1750年から1758年まで、ポドリアの王領地総大官を務め、マルタ騎士団騎士となる栄誉に良くした。さらにはルシャは、コシセジーナ、ルボフニア、カウシュ、ラトビツ、ルツイン、バボルニツァ、クピスキの大官でもあった。 アウグストは1733年のポーランド、継承戦争において、スタニスワフ・レシチニスキを支援し、続く、アウグスト3世の知性ではニーミハウ・フリデリク、ギ定、スタニスワフ・ポニャトフスキと共に改革色の強い、政治党派、ファミリアを形成し、その指導者となった。1763年から1764年までの、空域、彼は、自分自身、または、 長男のアダム・カジミエ主に国王の座をもたらすべく熱心に運動したが、大いに就いたのは、老いのスタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキだった。1764年から1766年まで、アウグストは王国総連盟の議長を務め、1764年には、召集軍隊の臨時司令官に任じられた。 住職にあっておいである国王による、共和国の政治改革を支援し、黄金の自由を保守しようとした、ラドム連盟に敵対した。娘のイザベラは、王官領区内長官、スタニスワーフルボミルスキと結婚した。ありがとうございます。